はい、皆さんこんにちは。今日はスノー AI 用の貸しビルダー、これについてのお話をさせていただこうと思っています。また単にこの貸しビルダーのことだけじゃなくって、これから始まる GPT ストア、これらのことについても皆さんにご提案、そして情報共有をしたいと思っています。おかげさまでサムネイルにも書きましたように、国内であれば貸し関連の GPTs という意味で、僕の作ったスノー AI 貸しビルダー、まあこれだけではないんですけれども、思っている日本での活気というのはまだ少ないとでも言えるんでしょうか。もしくは作ってはいるんだけれども PR が届いていない、そういうようなこともあるんではなかろうかと思われるんですね。例えば前からも何度も紹介しているんですけれども、僕の方ではこの GPTs 専用のサイトっていうのも作っていまして、僕が作っているいろんな GPTs、 こういう漫画の GPTs とかアニメを描く GPTs、 もしくはミュージシャンにはとっても人気の DAW ヘルプといってですね、音楽制作ソフト DAW のことなら何を聞いても最新の情報で回答が返ってくるような、こんなソフトであったりとかということをたくさんまとめてですね、このページでみんな完結するぐらいのサイトというのも作っていまして、また GPTs のことをご相談してくれるようなレクチャーサイトとかですね、そういうようなものも提供しているというのもあるからだと思うんですけれども、この GPTs の検索のところでですね、例えばスノと入れますと、このように僕のものが一番トップに上がってきます。スノ AI 専用貸しビルダーですね。そしてずっと下がっていったらですね、いろいろこのように出てくるんですけれども、日本でといえばとっても少ないですし、他の人のその AI 用のものを見せていただきましても、プログラムに慣れていないせいというのもあるのかもしれませんが、あまりよし真似をして追い抜くぞと思うような貸しソフトというのは正直見当たりません。そしてその AI と続けて打つとですね、それ以外にも僕が作っているその AI のものっていうのはこのように2つ別にありましてですね、まだこれをですね、もっと大きな意味での歌詞という、これで検索してもですね、あまりたくさんのデータが出てこない。そして一応僕も気になるもんですから使ってみるんですけれども、今のところはすごく負けたなというような作詞ソフトというのもあまり見当たらないのが現実です。そしてこのようにですね、僕の歌詞専用ビルダーは 1K プラスというふうになってますように、今多分1600ぐらいだと思うんですけれども、そのぐらいの方が利用してくれてるというような数になっています。でもその他のところを見ると10とか20とか1とか3とかですね、本当に個人の方が作りましたというだけになっているのが実情です。チャット GPT のこの GPTs というのは2023年、去年ですね、去年の11月の7日でしたか、その時にデブデイというオープン AI 社のイベントがありまして、そこで発表された技術でですね、自分のカスタマイズされたチャットを作れるという機能が出てきまして、それからまた何日かしましたら、次はですね、それを流通するサイト、いわゆる GPT ストアというものもできるということで、1月にはアメリカからもうすでにそれが始まっています。そして日本では第一四半期ぐらいに GPT ストアが開始されるというふうに今の時点では聞いておる次第です。長々となりましたが、
こんなに世界が注目してデブデイ以降にはですね、課金ユーザーさんが世界で約倍ぐらいの数に一気になってですね、もう収集がつかなくってしばらく登録者を止めていたというような時期が約 2,3 週間ありました。それぐらいビジネスチャンスが訪れている割にはですね、まだ皆さんが本格的に導入をしていないというのが実情です。では早速ですね、僕のその AI についての歌詞制作ソフトの特徴などを皆さんと共有したいと思います。その AI 専用歌詞ビルダーというこのソフトはですね、大きく4つのことができます。もちろん歌詞を作成すること、そしてスタイルオブミュージックというのがスノにはありまして、そこに入れた言葉でですね、例えば J-POP とかレゲエとかそういう音楽スタイルなどを入れておくとですね、そのスタイルで音楽ができるとか、そして今度はどうしても漢字というのは読み違えというのがあります。春というのでも日本では旬と呼んだりですね、いろいろ読み方があるのでですね、そういうことを考えるとひらがなにしておく方がいい場合というのもあります。ですからひらがなでやりたい人のためにそういうような歌詞もできますし、もしくはその AI で作ったものを DAW に持っていってですね、ボカロやシンセサイダー V のような歌声合成ソフトでやるときにひらがなというのはとっても重要になりますので、そのひらがなにもできる機能、もしくは動画を作るときのスライドショーのような絵を展開していくための歌詞に合わせたイメージですね、そういうものができるという4つの機能があるわけです。立ち上げるといろんなことを聞いてきますが、今ここに挙げたような全部で8個の項目を聞いてきますが、全部答える必要はありません。その他はお任せというのもいいですけれども、まあ曲名ぐらいは入れていただいて、そしてジャンルって案外重要ですので、ジャンルを入れていただきます。そして曲の速度ですね、 BPM というのも入れていただくと、それに近いような BPM になることが多いということです。完全にその BPM になるわけでは今のその AI の能力ではありませんけれども、まあ要望として聞いてくれるとかですね、そして歌詞は何コーラス作るのか、いわゆる1番とか2番とか3番とかという意味ですね。指示がない場合は1番のみになりますけれども、あとは歌詞を男性目線とか女性目線とか、絶対入れたいキーワードとか、英語が混ざっていいかとか、そういうようなことも要望を出せばいいということになります。そして最近新しくついた機能としましては、リレーコーラス、例えば今日はという歌詞があったとしたら、今日は今日はみたいにダブって、あと追いコーラスとでも言うんでしょうかね、そういうようなコーラスをつけるような機能、これをどうするかとか、そしてスタイルオブミュージックで重要なのは歌手の性別ですね。男性ボーカルか女性ボーカルかという、こういうようなことを入れたりとか、そして僕のソフトはインスト曲でどのようなセクション構成かだけというような歌詞のない音楽制作というのもできるようになっています。大方喋ってしまいましたけれども、スタイルオブミュージックの仕組みというのは、ジャンルとか中心になる楽器とかですね、ピアノとかバンドスタイルでやるとかですね、あとは歌手の性別、速度、そして音楽の雰囲気ですね、優しい曲とか激しい曲とか、そういうようなものが入って、これらを英語表記で指定しないといけません。ですから僕のソフトは英語と日本語両方で出てくるようにうまくなっています。そして歌詞のひらがな表記が可能ということです。
ひらがなにしますかと聞いてきますので、OK すればひらがなに変換してくれます。それのメリットというのは歌詞の読み違いが減るということと、そしてひらがなにした時に一番問題は何々はのはというのがですね、日本語読みではわと発音してほしいんです。はではダメなんですよね。ですからこれを回避するのに何々はの後ろに点を入れる、このような工夫が、これも絶対うまくいくとは言えないんですけれども、そういうふうに近くなるというような処理を GPT 図の中でしています。そして最後に歌詞に合わせたスライド動画ができるように、その画像ネタというのを何枚か出してくれるようになります。基本的には横型の16:9、 YouTube なんかにいいような割合で出てきますが、この16:9というのは完全16:9でもありません。ちょっと横幅が狭い形になりますので、動画を作るときにはちょっと拡大する方がうまく使えるということになります。これが僕の開発した Suno AI の専用ソフトということになります。ではそれを踏まえて実際にやってみましょう。はい、皆さんは歌詞とかスノとか入れていただくと、この黄色のアイコンの歌詞ビルダー、これを選択してみてください。また他の歌詞に関わるスノ AI 用のものはまた次の機会などにお話をしたいと思います。ですからこの黄色のものを立ち上げてください。そうしますとスターターが3つあります。スノ AI の歌詞を日本語で手伝って、英語で作成したい、そして歌詞はいらないインスト曲を作ってくださいということがありますが、まあ基本は日本語歌詞だと思いますので、これを選択しましょう。はい、こんな感じで聞いてきます。ですからここでこのように書いてみました。タイトルは春の陽気がなびく頃、 J-POP で 120BPM、 3コーラスで女性ボーカルで、 DL なしというのはディレイコーラスをなしにするということです。これで送ってみましょう。はい、今一瞬ですねサーチしました。今最新のトレンドとかそういったものもブラウジング機能で検索してですね、まあそういう要素も取り入れようというふうに考えてくれたわけです。僕の歌詞ソフトは最初にイントロインストゥルメンタルというふうに出ます。これがまた必ずうまくいくかということは今の時点ではあまり期待ができません。でもまあ一応こういうことでイントロありということで書くようになっています。そしてインタという感想もありますよね。そしてまたバースコーラスがあって、感想のソロがあります。バースブリッジというのがあったりしながら、最後はエンディングというふうになっています。皆さんはこれを使うときに全部を使う必要がないですし、もちろん一発でこれをその AI が処理できません。この2ブロックぐらいの8行分ぐらい、これぐらいしかできませんので、その AI で作るときは先頭部分を使ってですね、その AI の工夫としましては、これで自分の思うメロディー、もしくはイントロ、そういったもの、そしてリズムなどがうまくいくまで作り続けること、これが重要です。ですから、無料で今使ってらっしゃる方も多いと思うんですけれども、現実いい音楽を作ろうと思えば、必ずと言っていいほど有料バージョン、これにしないとですね、なかなか現実は作れないというのがよくわかると思います。そうしまして、重要なのはスタイルオブミュージックです。J-POP でピアノとストリングス、BPM は120の女性ボーカルというふうに書いてくれています。これも貼り付けてですね、そしてまあタイトルというのは気分で変えてくれてもいいんですが、春の陽気がなびく頃、これをこのように入れるということで出てきます。
そしてひらがなというのがありますので、ここで OK として、まあひらがなにしてと、こういうふうにしましょう。そうしますと、このようにひらがな表記で書いてくれるようになります。これで要望に合った形での提案が完了しました。そしてここでですね、画像も作ってというふうにやってみましょう。そうしますとね、1から5番まで、もしくは0、いらないというようなものが出てきますので、ここでアメコミ風でやってみましょう。アメコミ5と入れましたが、5番だけでも大丈夫です。6枚の画像を作りますというふうになります。はい、このようにどん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 書いていってくれます。これ今3枚目やっているところです。はい、4枚目ができました。これは1回ずつ止まる時もありますし、このようにもう連続で作るような時もあります。そして迷った時はこのように2枚制作というのもしてくれます。この辺も便利ですよね。はい、ちょっとネットワークエラーが起きましたけれども、はい、このように6種類の絵を描いてくれました。この辺で音楽を作ってみましょう。ひらがなで作ってみます。Snow AI の画面に来ましたら、カスタムモードに変更します。そしてここに貼り付けます。そしてスタイルオブミュージック、これも貼り付けます。そしてタイトルですね。これで準備ができました。クリエイトをします。僕はクリエイトを2回ぐらい続けてやっておきます。いわゆる4曲先に出してもらうようにすることが多いです。そしてさっさっさっと聞いていきます。冬の名残を踏みしめながら春のと、はい、ちょっとこれが音痴です。皆さん音痴わかりますか？次いきます。はい、後ろの方を聞きます。花びらを見つけたい、はい、ちゃんと一番がうまくいってました。はい、これも綺麗なイントロです。光を見つけたい、たいたい、冬の名残を踏みしめながら春の通れ、春の陽気がの道で見つけたい、とはなかったのにとをつけていましたね。一番最後の曲が僕は一番好きでした。ですからこれを参考にしていきますので、 Continue from this clip、 これを選びます。そうしまして次のところをやっていきましょう。インター感想もあって、このコーラスまで、ここまでをコピーします。そしてこれを貼り付けます。はい、続きをやるというのはこのようにコンティニューフロムということでここに登録されましたので、これの続きを作っていくことになります。じゃあここでコンティニュー
というのを押しましょう。最初はクリエイトになっていますが、次からはこのようにコンティニューというふうになります。この一番最初がうまくいくかうまくいかないか、これだけでいいわけです。例えばイントロもうまくいったと、歌詞が途中で切れた、それでも僕は採用をします。そういう時はもう曲調もイントロもいいわけですから、もう一度同じ歌詞で作ります。ですから1番が2つぐらいできたようなイメージになりますが、それを DAW、DTM で直していったりつなぎ替えたりとかいうふうにすることにしています。それで曲としてうまくいく、そういう場合がとっても多いですが、今回はちゃんと1番のお尻まで歌ってくれましたから、さらにうまくいくと思います。じゃあ続きを聞いてみましょう。こうしているうちに良くなかったものは低評価ボタンでこの画面から消してしまいます。はい、できました。ちょっと聞いてみましょう。春の陽気がなびく頃、エンディングというのがなかったけれども、後始末だけはうまくしてくれましたので、じゃあこれをつなぎましょう。ちょっといらないのは消します。つなぐ作業をしています。フルソングを作るということです。このフルソングを作るのはクレジットが減りません。そして時間もそんなにかかりません。はい、終わりました。こうなりましたらいろいろ修正する箇所がありましたので、これを一旦ダウンロードオーディオ、これでですねオーディオに変換します。 S007 というホルダーを作ってそこに保存をします。この後 DAW で編集をします。皆さんには編集が終わった音をもう一度聞いていただくようにします。しばしお待ちください。はい、それでは素の AI で出来上がった音を DAW のソフトで不必要な部分をカットしたり、そしてちょっと音を整えたりしながらファイルを作りました。そしてブリューのソフトに持ってきて、右にありますようにこんな感じで6個ぐらいのセクションに分けました。そうしましてここに画像を貼り込んでいきます。画像のファイルはこのようにして、先ほど GPT's で出来上がった画像、これが最近はですね PNG とか JPEG じゃなくって WebP という形式になりますので、その WebP を変換するサイト、そこで変換をしてですね JPEG にしています。この JPEG をこちらの方に貼り込んでいきます。もうドラッグ&ドロップで大丈夫です。はい、このようにするとこうやって貼り込めますので、ここで拡大します。次はこのセクションですね。これすぐに後ろに行って不便ですので、再電面で固定というソフトを使って再電面にしておきます。そしてこちらの方からドラッグ、3つ目、ちょっとこれ端がありますのでもうちょっと大きくしたいです。そういう時はこのようにして角が見えるようにしてですね、かなり拡大をしまして、そしてはい、こんな感じにすればいいと思います。4つ目。次、間奏なんですけれども、間奏は先ほど余分にできた一つファイルがありましたので、これを貼り込んでおきます。これでラストです。こんな感じになりました。一度この音楽を聴いてみましょう。冬の名残を踏みしめながら
ルのどれを心待ちに花びらが咲き誇る季節へ歩みを進める。春の陽気がなびく頃、新しい始まりが呼んでる。君と共に歩むこの道で希望の光を見つけた。桜の花びらが舞い散る中、君と語り合う甘い時間、過ぎゆく時間を忘れて二人の世界に浸る。春の夜、気に触れて心躍る景色時も新たな出会いがあるから、涙の後には笑顔が待っている。春のと俺と共に風に乗せて願いを込め、君との日々を大切にしたい。春の陽気がなびく頃、新しい一歩を踏み出そう。はい、こんな感じに出来上がりました。このブリューデの編集をもっともっと複雑に、そしてかっこよく仕上げるということは、皆さんにまた期待するとしまして、その AI の歌詞ビルダー、これをうまく活用していただきまして、その AI でイントロからエンディングまでの長尺の音楽をうまく仕上げていただけるよう、そしてそれは DAW で若干編集が必要な場合もあると思います。ぜひ皆さんもいろんな工夫をして、またいい作品ができましたらコメント欄なんかにも皆さん報告をしていただいて、みんなでスノー AI を上手に使った音楽制作、これを将来のために勉強していきましょう。今日は長い時間ありがとうございました。またねー。